皆さんこんばんは、元男の子の青木香音です。本日はここ戸越銀座商店街に来てます。で、今回私が何をするかというと、戸越銀座の、商店街の、露店を食べ尽くすということで、ただ食べ尽くすだけではなくて、今回はあの大食いレジェンドさんと一緒に食べ歩きをします。タイトル題しまして、元男の子 VS 大食いモンスター。どうぞ。お腹がすいたらモンスター。どうもこんにちは、ロシアン佐藤です。本物ない。私めちゃめちゃ大ファンだったんですよ。ありがとうございます、はい、今回ちょっといろいろ他の YouTuber さん の, あの紹介がありまして、共通の、ね、知り合いがドラちゃんでね、という感じで、はい、今回のコラボが実現しました。いや本当ありがとうございます。登録者数もめちゃめちゃ私よりも何倍もすごい方なんでちょっと緊張してるんですけど、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ただ負けないですから。めっちゃ食べてやろう。1店舗目はこちら、おとふき餃子の宝永さんです。食べたね、1軒目から、はい、美味しかったね。めちゃめちゃ美味しかったです、うん、さてさて、お腹が時間経つといっぱいになると思うから、ちゃっちゃと次に行きますかな、はい。まだ余裕ですよ。また全然余裕ですよ、ま、よかった、はい、じゃあ行こう。行きましょう。行こう行こう。じゃあ2店舗目行ってきます、うん、行ってきます。今のところロシアンさんは、うん、たら何分目ですか。まだ0分目だよ。0分目飲む。やばい、挑んだ相手が間違ってた。ヒエヒエって書いてますね。うまそう。うまそう。すごい。ロシアンさんのうまそうを聞けた。うまそう。こちらが北極メロンパンです。じゃあ今からこちらを食べていきます。おーい。ロシアンさんが、そう、私なんかいろいろ買った。米粉パンのお店だから、はい、米粉のパン2種類と、あと米粉のドーナツ と北極メロンパン。いや、で、これ青木がこちらです。北極メロンパン、はい、一押しなので、ね、はい、食べます。食べ歩き、ま、メロンパンから食べようか。はい、感じです。あ、美味しい。いいね、いい、いい、いいより。いただきます。うん、うん、レモン、うん、爽やか。うん、いつも食べてる時ってどんなこと考えながら食べてます？え、何でも考えてないの。あ、本当だ、美味しい。その中のフルーツが、うん、シャキシャキいってるよね。冷たくてまだ、はい、ぎっしり入ってる、うん、うん、これがドーナツ、うん、うわ、もっちりしてる。美味しそう。うん、米の香りがする。うん、なんか蒸しパンみたいなやつ。蒸しパン、うん、美味しいですか。美味しい。これめっちゃ好き、ここの。うん、最後これ紅茶とイチジクなの。うん、うん、うん、必死に。うん、美味しい。うん、化け物ですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、化け物ですね、本当に。お腹どう？まだ余裕ですよ。怪しい。もう突然、私の動画だとなんか突然に怪しくなっちゃった。余裕ですよ、まだ。本当？はい、本当かな。で、ちょっともう次行きたいとこ決めてってね。はい、そこに一緒にいてほしいのよ。なんならちょっと餃子と被る系なんだけどいい。いいですよ。本当？全然まだ余裕なんで。本当？はい。あ、ここです。もう徒歩数秒だね、さっきのとこ。あ、はいはい、小籠包。じゃーん、焼き小籠包のお店。美味しそうじゃない。ね、ホッタみたいに、ホッタみたいになって。1個にする？私7個食べるよ。2個で。2個。さあ、どうなるか。とブッシュっていった。
今が3店舗目あるよ餃子あるよ。もう許してくださいよ本当に。餃子ダメ。ソフトクリームいきましょうよ。ソフトクリーム甘いの攻めるね。甘いのやばいですね。あ、なんかめっちゃいいおでん屋さんあるよ。あ、もうがっつりじゃないですか。え、今ちなみに腹何分目、何分目ですか。2。あ、私は3ぐらいですかね3くらい。おお、いい、いい勝負だ。撮影慣れしてる商店街らしいので、戸越銀座さんは。そうだね、うん、おねそうだね。なんか結構食べるじゃん本当、うん、カノンも食べるね。まあそこ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 。まだお腹減ってる。減ってる減ってるおなになに。お肉屋さん揚げ物が美味しそうじゃない。はい、美味しそう、ね、しかもでかっ。手がこんぐらいですよ、ね、手前にあるからもっとでかいですよ。じゃん、はい、私はちょっと珍しいの2種類買った。豆腐、はい、豆腐と揚げと、ちくわサラダロール、サラダロール揚げ、揚げ同じくちくわサラダロール揚げ。いただきます。イエーイ、乾杯。乾杯うんうんうん、うん、ポテトサラダが、うん、美味しい。あったかいポテトサラダ美味しいよね。こんな感じです。ごめんなさい、ちょっと食べかけもう結構食べ応えがあるね意外とがっつり、うん、おっきい。20センチ、20センチぐらい、ほら昔の私ぐらいだうんうんうん、食べかけを失礼します。お豆腐なんだけど、なんかいろいろ入ってるお野菜が。白身魚のすり身とお魚、なんかお野菜入りだって。うん、うん、あれですか、続く感じですか、コロッケがこの後も見つけたら食べよ。見つけたら食べる ごちそうさまでした。さて、4店舗終わりましてまだ入ってる口にもぐもぐしてる。どう、お腹の具合は。3割ぐらいですかね増えてない、増えてないね。増えないんだ。増えてない。まだいけますよ。まだいける。よっしゃ、そりゃ今日打倒ロシアン佐藤さんですから。 OK、 はい、オッケー。じゃあちょっとまた、え、でもなんかウップっていうなんか私アイスのお店どっかで見たんだよね。でもどこか覚えてないのよ。いいですね、だからアイス、アイス反対側まで行けば多分、はい、また巡り合えると思うから。いや、アイスだったら全然歩きますよ。本当、はい、アイスにたどり着くまでにまあまあいろいろ、あ、あったよ、ほら戸越銀座コロッケこのポテトコロッケと私はメンチカツを食べたいと思います。豊洲銀座ポテトコロッケとメンチカツ、はい、食べ歩き、はい、どうする。あ、そしたら私は豊洲銀座コロッケ、コロッケ、はい、はい、いける。はい、いきますよ。いける、いきますよ。本当大丈夫、そんなお腹大丈夫、侮らないでください。本当偏見という名のメガネを外してください味は昔ながらの味ですね。今よくあのフルーツがこう前面に出たソースとかそういうのありますけど、これはしっかりもう辛みもあるあーソースです。ありがとうございます。使ってるんですけども辛みもしっかり入ったおソースです。どうだい顔がさっきからなんかもうズーンってなってる、ズーンって。あ、今ここで塩がここ。おー、でも多分すぐそこよ。すぐそこだ。とりあえず今からあの塩、はい、気になる塩屋さんがあるからそこ行って。塩か、そう、なんかね、お塩をおにぎりかアイスにかけて食べれるんだって。アイス、アイス行きましょう、行きましょう行きましょう行こ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 う。アイス、アイスへの早く行かないと。あ、ちょっと画角からはみ出しちゃうで、塩を行ったらもう、終わりで。いや、まだ反対側があるんだって。焦らないで、焦らない焦らない、反対側がある、反対側がさ、うん、
はい、この塩っていう看板とギャップがある、ね、ちょっと意識高い系、うん、すごいおしゃれ。福園003番福園かけます。幸福なんですかね。幸せになりたいよ。スルッとスルッと OK。 新潟玉藻塩、それが新潟玉藻塩、もぎおと甘みって書いてある。しょっぱくてうまい。こっち甘み、もぎおと甘みで玄米おむすびを食べまして、ハワイアラエア、結構粒が大きい。すげえ、めっちゃ綺麗じゃないですか。うん、ピンクいいね。いいですね。これが15番、玄米おむすびに、はい、もぎおと、うん、なんだったっけ、ちょっと、ま、動画見てもらって、はい、あとこれなんかハワイの塩と、あと、はい、なんだっけ、ヒマラヤ岩塩、ヒマラヤ岩塩、はい、かけました。ほい、でこっちはキャラメルに、福祉をかけました。ジェラートです。イエーイ、いただきます。いただきます。いや、天国だ。揚げ物の後のアイスはやばいな。うん、うん、塩が効いてうまい。うん、塩キャラメル、なんかそう、今ヒマラヤ岩塩の方を、はい、チョンボラーマな気分ですか今。なんかね、あのゆで卵の味がする、うん、塩、うん、ちょっと、あー、でもなんか私もなんかちょっとしたんですよ。あ、なんかそういうのがあるんですかね、うん、多分。アイスはあんまり食べないですか普段。甘いのは食べるよ。甘いのも好きですか、うん、でもまだその段階じゃなくて、うん、ちょっと休憩します。ここが戸越銀座の端っこだと思います。端っこだ、端っこ来ました。追加でできますか、はい、それに、はい、こちらで今350円でした。追加できますけど、はいはい、全部で910円になります。からしはお付けしますか。あ、大丈夫です。からしなしで、はい、コーラ乾杯。ガラナからのコーラ、ガラナからかコーラ。天国だ。あ、喉乾いてるね、やっぱり。あお酒みたいな。二人ともうまい。ああっつってなって。うまい。美味しいね。美味しい。はい、ありがとうございます。こちらが餃子とシューマイとウィンナーソーセージですね。こちらがソーセージ。美味しそう。今からおでんを食べます。続きはロシアンさんのチャンネルへ。わかりました。とりあえずついていけるところ限界まで行きます。もう限界にもう片っぽ足を踏み込んでるんですけど、ね、私ここの店来たかったの、おでんコロッケが食べたかっただっていうのをすっかり忘れていました。こちらすごい丸くて可愛いですね。一口で行きたいと思います。熱いぞ。熱くないですか。うん、おう、うん、あっこい、あのおでんコロッケってどんな感じなんだろうと思ったけど、あのお出汁の、あ、おでんのお出汁の味のするポテトコロッケです。ねえ、どうしたの。元気がないよ。当たり前じゃないですか。まだだって半分終わってないよ。ついた。テイクアウトでね、ソフトクリームを出してくれたりしている。命のソフトクリームですね。やばー、やった、やっと休憩にありつける。でかい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 。カノンちゃんのやつ、はい、これ青木、青木、青木、青木ってこれ青木、これソフトクリーム。あ、でかでかいね。やばい、ロシアさんの顔ここだったらしたらこんなでかい。やばい、でかっ。いただきます。いただきます。長い、やばい、すごい溶けちゃう。もう一回鼻に来た。長い、うまい。最後は、うん、天国だ。
頭がやばい、頭が気にする。これは暑い時に最高だね。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんとか食べました。ただロシアンさんに頼りっぱなしでやっぱり私はエセ大食いしかできません。しょうがないよ。本当に偉そうなこと言ってごめんなさい。今日は頑張ったよ。きっとすごい食べてた。長い時間お疲れ様でございます。また遊びに来ていい？お願いします。イエーイ。今回もあった店舗の動画はお互いのチャンネルに半分ずつ公開してますので、もう半分はロシアンさんのチャンネルをご覧ください。はい、ね、カノンちゃんが突然どうしてグロッキーになったのかっていうのとかが、はい、私の方を見るとわかると思います。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネルも画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。